皆さん、こんにちは。このビデオでは、この10の漢字の書き方と読み方を練習します。じゃあ、始めましょう。ナンバー1からナンバー650までの漢字については、以前のビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。651番の漢字は話すの漢字です。話すはリリース、セットフリー、またはシュートという意味です。それから放送の方、音読みは放送、ブロードキャスト、放送の方です。652番は散るの漢字、桜が散る、花が散る、音読みは散歩の散です。653番は優しいの漢字、音読みは貿易、トレーディングの益です。654番は花束の束、動詞は束ねる、音読みは約束の束です。651番は放送の方です。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。652番は散歩の3。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。653番は優しいの漢字。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。優しいは意味が2つありますね。easy と kind。これは easy の優しいの感じです。1、2、3、4、5、6、7、8。654番は約束の束、花束の束の感じ。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。651番の漢字の読み方を練習しましょう。練習、下線の言葉はひらがなでどう書きますか？1番、飼っていた鳥を森に放してあげた。飼いマウスはペットとして動物を飼います。飼っていた鳥を森、フォレスト、森に放してあげた。リリースしました。セットフリーしました。2番、オリンピックは世界中で放送される。放送、ブロードキャスティング。3番、放課後は学校が終わった後という意味である。では、もう一度一緒に読みましょう。1番、飼っていた鳥を森に放してあげた。2番、オリンピックは世界中で放送される。3番、放課後は学校が終わった後という意味である。652番の漢字の読み方を練習しましょう。1番、毎朝公園を30分ぐらい散歩しています。2番、桜の花はもう散って
しまいました。3番、部屋が散らかっていますね。散らかっています。スカッタ。いろんなものがスカッターしてます。という意味です。部屋が散らかっていますね。片付けてください。では、もう一度一緒に読みましょう。1番、毎朝公園を30分ぐらい散歩しています。2番、桜の花はもう散ってしまいました。3番、部屋が散らかっていますね。片付けてください。653番の漢字の読み方を練習しましょう。1番、優しい。優しいの反対、opposite は難しいです。2番、兄は貿易会社に勤めています。貿易会社、trading company。3番、この問題は容易には easily 簡単にという意味です。容易には解決しないだろう。解決 solve。もう一度一緒に読みましょう。1番、優しい、難しい。2番、兄は貿易会社に勤めています。貿易会社。3番、この問題は容易には解決しないだろう。容易には簡単にという意味です。654番の漢字です。1番、母の誕生日にバラの花束をあげた。バラ、ローズ。花束、ブーケ。2番、日曜日に子供と動物園へ行く約束をしている。もう一度一緒に読みましょう。1番、母の誕生日にバラの花束をあげた。2番、日曜日に子供と動物園へ行く約束をしている。655番の漢字は、景気、エコノミー。景気や景色の、景の漢字です。656番は、暮らすの漢字。暮らす、それから、暮れる。暮れるは、日が暮れます。夕方になります。とか、年が暮れる。一年が終わります。という意味です。音読みは、ぼです。657番は、起きますの漢字。音読みは、ちです。655番の漢字は、景色の景、または、景気の景です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。日を書いて、京都の京、東京の京を書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。656番の漢字は、暮らしますの漢字。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。657番は起きますの漢字。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。これは直しますの漢字。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
6、7、8、9、10、11、12、13。655番の漢字の読み方を練習しましょう。1番、ホテルの窓から綺麗な景色が見えた。景色、シーナリー、ビュー。2番、あの事故のアクシデント、事故の光景、シーン。光景は忘れることができない。3番、景気が悪い。景気が悪いは、つまり、イコール、不景気だ。But economy。もう一度読みましょう。1番、ホテルの窓から綺麗な景色が見えた。2番、あの事故の光景は忘れることができない。3番、景気が悪い、イコール、不景気だ。656番の漢字を読みましょう。1番、2人は幸せにハッピリー暮らしています。暮らしています。リープ。2番、日が暮れてきました。日が暮れますは、一日が終わろうとしています。夕方になろうとしています。Getting dark という意味です。3番、年の暮れ。Year end。年が一年が終わります。終わる頃という意味です。年の暮れに送る、送る、send、送るギフトをお歳暮という。ごめんなさい、この送るはプレゼントをするという意味です。年の暮れに送る、プレゼントをする、プレゼントをのギフトをお歳暮と言います。お歳暮の歳は年の感じです。歳、1歳、2歳、3歳の歳の感じです。お歳暮と言います。ですから、お歳暮は Year End Gift。もう一度一緒に読みましょう。1番、2人は幸せに暮らしています。2番、日が暮れてきました。3番、年の暮れに送るギフトをお歳暮という。657番は置きますの漢字です。音読みはちです。1番、ここに荷物を置いてもよろしいでしょうか。2番、北海道は日本の最北に位置しています。北海道は日本の最北は最も北、most north、位置、locate。では、もう一度読みましょう。1番、ここに荷物を置いてもよろしいでしょうか。2番、北海道は日本の最北に位置しています。658番は、さらにの漢字。さらに、furthermore、moreover。音読みは変更、change。変更の項です。659番は望むの漢字。望むは hope, wish, desire。音読みは棒です。660番の漢字は楽器、楽器、school term。楽器、それから語、最後、last の語です。658番の漢字はさらにまたは変更の項です。1、2、3、4、5、6、7、659番は希望の棒または望むの漢字です。1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、これはなくなりますの感じ。ちょっと傾いた斜めの月。それからこれは王様の王です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。660番の漢字は時期の期、期間の期です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。658番の漢字の読み方を練習しましょう。1番、このドラマはさらに、furthermore、moreover、続きます。2番、スケジュールは変更されました。変更されましたは変わりましたという意味です。3番、オリンピックの世界記録が更新された。世界記録、World Record。更新、更新はリニュー、アップデートされましたという意味です。もう一度一緒に読みましょう。このドラマはさらに続きます。2番、スケジュールは変更されました。3番、オリンピックの世界記録が更新された。659番の漢字の読み方を練習しましょう。1番、お望みは何ですか？あなたのお望み、お望み、望み、hope, wish, desire。お望みは何ですか？2番、彼は希望通りの、希望通りは望んだ通りの、as desired, as wished。希望通りの会社に入社することができた。会社に入ることができました。3番、彼の失礼な態度には失望した。失礼、rude、態度、attitude、失望、disappoint。もう一度一緒に読みましょう。1番、お望みは何ですか？2番、彼は希望通りの会社に入社することができた。3番、彼の失礼な態度には失望した。660番の漢字の読み方を練習しましょう。この漢字はとてもよく使われますので覚えてください。1番、短期、short term or short period, short time。長期、long time or long period。学期、school term、期間、period, term。2番、クリスマスの時期、クリスマスのシーズン、period, time, season。3番、両親は私が帰国、国へ帰る、帰国することを期待している、期待します、expect。では、もう一度一緒に読みましょう。1番、短期、長期、学期、期間。2番、クリスマスの時期。3番、両親は私が帰国することを期待している。今日のレッスンは以上です。お疲れ様でした。